ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ。今日のゲストは著書現代ロシアの軍事戦略が筑摩新書から好評販売中です。ロシアの軍事安全保障を専門とする東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんです。リモートの出演になります。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。お世話になります。テレビでは近頃お顔をよく拝見いたしております。ロシアの軍事安全保障の専門家でいらっしゃって、著書には軍事大国ロシア新たな世界戦略と行動原理というご本もお書きになってますが、テレビでのクールな意見もとても参考になりますが、今日はですね、これまでのロシアの動き方、まあまあこれまでっていうかこの侵攻のね、この1ヶ月ちょっとの含めてロシアの動き方、それからこれからここはどうなっていくのか、それに対して、世界は NATO は、アメリカはどう対処してどうなっていくのかなという予想、そしてその最後に日本はこれにどういうこうなんか形でこうこのことを関わっていくか対処していくか、この3つぐらいに絞ってお話を伺いたいんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、まず今日までのロシアのこのプーチンですね、はい、プーチンのこのなんかこう最後はジェノサイドまで起こっているようなこの感じの攻め方、何をもってここまでこの戦争というか侵略が長引いているのも含めて、ロシアの考え方をお話しいただけますか。はい、今回の戦争に先立ってですね、去年の7月にプーチン大統領論文書いてるんですね。はい、プーチンさんって時々論文書く人なんですよ。うん、でまとまった文章を自分で書いて、その自分の考え方を明らかにするというスタイルを好むんですけども、はい、大体ねこれまではこの、まあ、要するになんか任期の変わり目とかにこれから先こんなことをするよという、こう政策綱領みたいな論文書いてたんですね。はい、でところが今回その去年7月に書いてきたのはちょっとなんか毛色が違ってて、延々歴史の話するんですよね。はい、でずっと歴史の話して、ロシアとウクライナというのは本来一体なんだと、分けられない兄弟民族なんだみたいな話をずっとして、で、まあ、にもかかわらず今のそのウクライナが西側の手先になってるからこれは受け入れがたいというような、まあ、ことを言うんですよね。だから随分なんかプーチンさんその解雇趣味的なことを言ってきたなというような感じがしていたんですけど、で今回はやっぱりほぼそういうような動機、つまり昔別れちゃったロシアとウクライナを再統一するみたいな、あんまりこう実利とは遠遠いなんか壮大な野望みたいなものに従って戦争を始めてしまったんじゃないかって気がしてるんですよね。それは昔のソ連 の、なんかアメリカと対等してきた時のソ連みたいな大きな帝国をちゃんともう一回再構築しようっていう意味ですか。そうですね、プーチンさん今から10年前に首相から大統領に戻ってきた時に書いた論文の中では、はい、ソ連を再建しようと考えるのはナイーブだと、まあ、要するにアホな考えだというふうに言ってるんですよね。だけどやってることは結局見てると、まあ、そのソ連そのものじゃないけど、はい、ソ連的なものを作ろうとしてることは間違いないと思うんです。で例えばそのベラルーシとかウクライナとかそういう旧ソ連の国々をまた併合しちゃおうとまで考えてるわけではどうもないんですが、ただその旧ソ連版 EU みたいなものを作って、その中心にロシアがいると、だからロシア中心の旧ソ連空間をまた作り直したいとは多分考えていて、でその先にあるのはおそらくおっしゃるようにかつての冷戦時代みたいにアメリカと肩を並べるようなところまでまた戻りたい、でもそれはまあかなり長期目標なんで、まずはこうバラバラになっちゃった旧ソ連の国々をもう一回モスクワの元に取り戻そうとしてる、なんかそんな風に見えるんですよね。それにもしてもこの1ヶ月ちょっとの間、まあ、情報の発達とともにアメリカのなんかこう2月の24日にこうロシアの軍隊がここまで来ている、これから攻めるだろうという情報も
逐一全部アメリカのその情報を握ってる中で、うん、今回の行動が起こったわけですよね。そうですね。なんでまずアメリカのインテリジェンス能力って本当にすごいんだなってことをまざまざと今回知った思いがしますね、はい、あの開戦日も1週間ずれただけだったし、はい、まずキエフ狙いに行くだろうという予測も非常に当たってたと。ただ一個大きく外れたのは、これ私も含めてなんですけど、あの始めるかどうかは分かんないけど、始めたらロシア軍は圧勝するだろうってみんな思ってたんですよね。でところが始まってみたら1ヶ月経っても首都キエフ落とせなくって、はい、撤退と、はい、で第二の都市のハリコフも落とせないんですよね、はい、で結局もう戦争はこれで40日、5週間目に入ってしまっていると。これはですね、うん、旗で見てる我々も予想外でしたし、うん、多分プーチン大統領も予想外だったんだと思います。もっとずっと簡単に勝てると思って戦争を始めたんですよね、うん、だからそこはそのウクライナ人のその抗戦意志の凄さみたいなものを我々もプーチンも見くびっていたということなんだろうと思います。でもこの最後のこの今の人道を無視したような戦い方は、まあ、こういうことまで踏み込むということまで平気な、まあ、戦争ですからね、うん、でも平気なわけなんですかこれは、うん、これまでロシアってあっちこっちで戦争やってきましたよね。その、はい、国内でのチェチェンの反乱を鎮圧するであるとか、はい、うん、グルジアとの戦争、シリアでの戦争、うん、2014年にも1回ウクライナ攻め込んでると、うん、で、まあ、こういった戦争の中で例えばそのチェチェンでの2回の戦争では相当の残虐行為をやったってことは明らかになってるんですよね、はい、でこれはロシア人のジャーナリストとか人権団体が世界中に告発もしたし、うん、日本からフリージャーナリストの人で入っていって現地の状況を報じたって人々も何人もいるんですよね。でいるんだけど、まあ、その90年代とか2000年代初めのことでしょということで、なんかしばらくロシアがこういうことをするというのはみんな忘れていただと思います、うん、でだけどもやはり実際に今回ロシア軍がウクライナに攻め込んで広い地域を占領してみたら、うん、結局やったことは20年前30年前と全然変わっていないと、うん、その少しでも逆らいそうな住民を拉致して拷問して、うん、違法に処刑していくということをやったと、うんうん、それでまあ実際に反乱の芽を摘もうとしたのか住民たちを恐怖で統治しようとしたのか分かりませんけども、うん、やっぱりそういうそのもうとっくに我々がさすがにそういうことは克服したんだろうと思っていたような野蛮さというか残虐さみたいなものを、うん、まあ、今回も全く遠慮なしに発揮しているわけですね。しかもそっくりなロシア人と見分けがつかないと自分たちで言ってるウクライナ人に対してそういうことをやると。で今回私その、被害に遭った町の方々のインタビューとか聞きましたけど、大部分みんなロシア語喋ってるんですよね、はい、ウクライナ語じゃなくて、はいはい、から同じロシア語を喋ってるロシア系住民に対してこういうことをやったということで、うんうん、まあちょっとこうなんでしょうね、知識としてそういうことをロシアがするというのは分かっていたんですけども、はい、今回初めてそういうその状況が鮮明な映像とともにインターネットで流れてくるという時代になって、うんうん、そうか、つまりこういうことがずっと本当は行われていて、我々はそのことをまあ知識としては知っていながらなかなか我がこととして捉えずにスルーしてきちゃったんだなというような、なんか反省みたいなものもちょっと感じてるんですよね、うん、そうですね、まあ、チェチェンとかそういう時はもうそうだったんでしょうけども、まあ、世界でこんなに大きく取り上げられなかったっていうのと、あとメディアとかドローンとかいろんなものの発達で、まあ、僕たちは全部そういうことをもうすぐ知ることができるっていうんですか、分かってきたというので、ロシアは逆に今までと同じようなことやったら世界にこれだけ追い詰められていくんだっていうのと、それからウクライナはそのゼレンスキーっていう大統領となんか国民の意思が一緒になった、ちょっと珍しい形かなとも思うんですけど、その辺はいかがですか。あ、本当そうですよね。やっぱりこう、うん、人の心を動かすってことは昔からその戦争とか政治の中ではすごく大事な要素だったわけですけど、はい、そのテクノロジーが発達したので人の心って動かしやすくなったんですよね、うん、その悲惨な映像を直接届けるであるとか、
例えばその政治家のちょっと親しみのある一面を見せるとか、そういうのって SNS ってものすごく得意じゃないですか、はいはいはい、だからそうすると、まあ、一面ではそれがうまく働く場合もあるでしょうし、他方ではそれを使えば人々をなんか誤った方向に誘導するであるとか、まあ、あるいはその悪意がなくても例えばこう交戦中の2つの国の片っぽが自国に対してなるべく好意を集めるとかっていう戦略に使えちゃうわけですよね。なのでますますこの戦争の中でこう人々が物事をどう受け取るか、どう受け取らせるかということの比重が増していくってことは間違いないと思います、はい、で、ゼレンスキー大統領ってご存知かもしれませんけど元コメディアンなんですよね、うん、あの人って、はい、でしかも、彼は割とこう全裸芸とかを持ちネタにしてて、こう割と何かというと脱ぐみたいな感じのコメディアンだった、はいはい、そうなんですか、うん、そうなんですよ、うん、でドラマに出てからも全裸のシーンとか出てきたりとかですね、はいはい、何かと全裸で売ってた人なんですけど、うん、だからプーチンとかロシアのナショナリストはゼレンスキーのことをすごいバカにしてたんですよね、うん、要するにあいつなんか所詮テレビで脱いでたお笑い芸人じゃないかというふうに見ていて、はいはい、大統領になっても何もできないだろうというふうに言っていたり、うん、で実際やっぱり政治経験ゼロだったので、うん、なってみたらそんなうまくいかなかったんですよね、はい、なんだけどところが戦争になってその国家が危機に陥って人々が本当に不安であるという時に、うん、ゼレンスキーはそのやっぱりお笑い芸人としてのキャラをフルに生かしたんだと思うんですよね、うん、つまりみんながその危機地のリーダーはこうであってほしいという姿を見て取って完璧にそれを演じきってるという感じがします、うんうん、本当のゼレンスキーがああいう男なのかどうかっていうのは分かりませんけど、はい、少なくともそういう素振りは見せないですよね。完璧にみんながこうであってほしいと思うリーダーの姿を国内に対しても国際社会に対しても演じきって、うん、で結果的に国民からご指摘のように結束も集めているし、うんはい、国際社会からもウクライナ支援しなきゃいかんという話になっていると、うん、で対してやっぱりプーチンはすごくこう大国主義的に上から目線だし、うん、なんか今回全然姿出さないんですよね。そうですね、そうなんですよ、うん、いつもなんかどっかに、まあ、おそらく何かこう厳重に警護された施設に隠れていて時々、うんカメラの前に出てくるみたいな感じ、うんうん、だからこう、まあ、やってることももちろんロシアが言語道断なことをやってるのは間違いないんですけど、うんうん、それ以前にやっぱこうリーダーの振る舞いによって国際社会の中の立ち位置も随分ロシアは損してるなって感じはしますよね、ゼレンスキー大統領も、うん、でも、まあ、あちこちの国で演説をして、いらっしゃいますよね、まあ、その演説を聞いていてもなんかその全身が前がコメディアンだったことを感じさせないような、まあ、原稿を見るわけでもなし、うんまあ、その国のいいところ悪いところを全部分かっててその演説の中に取り込んで、うん、なお援助を要請するっていう形を取ってて、まあ、ちょっとびっくりしてるんですけどその辺はいかがですか。いや本当にあれも上手ですよね、うん、本当にその国の国民に何言ったら響くのかってことを、まあ、おそらくチーム作って相当研究させてるんだと思いますし、あと彼はその、まあ、お笑い芸人であると同時にそのお笑い芸人プロダクションの社長でもあるんですよ。でなのでその自分のプロダクションからもう大統領府にスタッフを結構引き抜いてるので、もともとこうショービズ的なセンスがある人たちが大統領府の中に結構いるんですよね。であったりとか、あとゼレンスキーさんで実はユダヤ人なんですね、人種的に言うと、はい、うん、だから人種的に言うとユダヤ人だから、じゃあイスラエルに対して、はい、しかも一部ヘブライ語とか使ってですね、はい、同じユダヤ人なんだから助けてくれよっていうことを言ったりとか、はい、それから言語的に言うと彼はウクライナ人なんだけどロシア語がネイティブなんですね、はい、ウクライナ語よりもロシア語の方が第一言語って人なんで、はい、ロシア国民に向けてはロシア語を使って語りかけるとかですね、っていうふうにその自分のいろんなアイデンティティをフルに生かして語りかけるってこともやっていて、まあ、本当にこの人役者だとうまいなって感じはしますよね、はい、ここまで長引いて悲惨な状況が日々伝わってきております。ある大学の教授によるともうこれは民主主義の戦いなんだっておっしゃる方もいらっしゃってます。このあとこの方向というか、まあ、その落としどころというかどういうふうにこれは収まっていくんでしょうか。いやこれ難しいですね。というのは、
落としどころというのはプーチンに落とす気があるのかどうかというところにかなりかかってくると思うんですよ。そうですね、なんでさっき申し上げたようにその多分プーチンさんが戦争を始めた時の動機っていうのは かなりこう、壮大な地政学的な夢を描いて多分戦争を始めてて、でもここまでの惨事になるとは思わずにきっとやってるんですよね、はい、じゃあ果たしてそれをここでやっぱ軍事作戦がうまくいかなかったんで、やっぱなしとは言えないですね。国民にも顔向けできないし、あと今経済制裁食らっても経済めちゃくちゃになってるんで、あの実業界からも何やってくれてるのという反応が返ってきてるわけですよ、はい、でそうするとやっぱ何らかの形で、いやもう俺がこうやって戦争を始めただけの価値はあったろと言えるような成果を作んなきゃいけないんですよね。でそういうことをプーチンがじゃあ どこまでやれば俺は国民に対して顔向けができるだろうと思うのか、どこまでやればその国内のエリートたちの怒りを鎮められるだろうとプーチンが考えるのか、これってもう本当にプーチンの腹の中の計算なんで、なかなか外側からわからない。でただまあ一個ちょっと良かったのは、あのロシア軍がキエフ周辺からほぼ完全撤退したみたいなんですよね。ということはウクライナの首都を占領してで政府を倒して主権そのものを奪ってしまうということは、どうも当面の目標ではなくなったらしいと。で代わりにこの東部とか南部の主要都市を占拠しようとしてるんじゃないかというふうに見られるんですが、そうなると結局ウクライナの中に広い占領地域が残ってしまって、それを人質としてこれから先もずっとウクライナを脅されるってことを考えられるわけですよね。はいはい。でしかも今ロシア軍はこの南の港湾地帯を狙ってますので、ここが落ちるとですね、そのウクライナの生命線である、あの小麦の輸出とか鉄鋼の輸出ができなくなってしまうんですね、はいはいはい、これで食ってる国なんですよウクライナは、はい、だからそこを抑えられちゃうと収入源が断たれてしまうということにもなりますから、やっぱりこれも人質としての価値は大きいわけですよね。でまあ、やっぱりこれから先その東から南でのロシアの攻勢がどこまで成功するのか、あるいはそれに対してウクライナがどれだけ持ちこたえてロシア軍を撃退できるのか、でそのために西側がどのぐらい援助できるのかですね。ちょっと西側も最近あのスタンスが変わってきて、あのもっとこう思い切った大規模な軍事援助しないと負けちゃうんじゃないかってことが真剣に先月末から言われ始めておりますので、その辺の動きがですね、今後のウクライナの紛争の、まあ、どのぐらい続くのかって話と、まあ、どういう結末をもたらすのかというところに、まあ、かなり効いてくるんだろうなと思います。でもプーチンはその核の使用を匂わせるようなことを言ってますね、今、まあ、そのさっきのお話も キーフから、撤退したっていうふうに言ってますけど、これも再配置を考えてるんじゃないかっていう話も出てますね、そうなってくるとなおさら西側これに対する対処の仕方も、もうなんかこう、ね、外側はあの協力しても、まあ、だけどアメリカも中までは踏み込んでいけないっていうジレンマを抱えてるわけだと、どうなるんだろうなと、ロシアとしてはやっぱりそのあんまりウクライナに肩入れすると核使うぞっていうのが重要な交渉の切り札なわけですよね、はい、で実際ロシアの将軍たちって、私もあのロシア軍の部内史とかってずっと読むんですけど、はい、90年代半ばぐらい、要するにこうソ連が崩壊して一番弱かったぐらいの時に出てくるアイデアが、その今もうロシア軍ボロボロになっちゃって、これで戦争になったら絶対勝てないだろうと、どうすんだという時に出てきたアイデアが、一番最初の段階、もう戦争になりそうな段階、始まる前の段階でいきなり核使っちゃおうと、でいきなり一発二発核使っちゃって、そもそも相手に戦争やる気なくさせようとかですね、あるいはその戦争が始まっちゃっても勝てそうもない段階で、やっぱりこの早い時期に核使っちゃって相手に戦争を継続する意思をなくさせようっていうふうに、その相手の意図を砕く、あの相手の意図を屈服させるための核使用っていう考え方がロシアの中にはずっとあるんですよね、はいはい、だからこのことをアメリカも非常によく知っていて、あの2018年に出たトランプ政権の核戦略の中でもこの点は非常に重視されてるんですけど、はい、あの今まさにそれに近い状況なんですよね。つまりこの
戦争の初めの時期に使っちゃおうとか、相手を降参させるために核使っちゃおうっていうのは、まあ可能性としてはそういうのは危ないですよねってみんなこれまで思ってきたわけですけど、現状ってそれに極めて近い事態ですよね。つまりなかなか降参しないウクライナを降参させるための限定核使用とか、あるいはその NATO の国々がウクライナに軍事援助をするのをやめさせるための核使用とか、絶対そうなるとは言いませんけども、やっぱりロシア側にはその理論と手段はあるので、そういうことを考えてもおかしくはないと。 でもただ、じゃあそれでロシアの核怖いからウクライナ見殺しにしようとはやっぱりなかなか言えないわけですよね。そうですね、ここでロシア勝たせちゃうと、つまり大国が核を傘に来て侵略行為をやったら、もうそれはしょうがないという世界になってしまうわけじゃないですか。そうですね。で、そうなんですよね。で、しかもそれって、まあ、いつもロシアばっかとは限らなくて、例えば中国が台湾周辺で同じようなことをするかもしれないですよね。ただということを考えると、やっぱりここはロシアの核危ないんだけども、しかしそれでも全面核戦争にならない範囲で一定のリスク取りながらウクライナを支えてあげるということをしないと、やはり今後の国際秩序そのもの、21世紀を通じての長い国際秩序そのものに非常に悪い影響があると思うんですよね。まあ、だから今 NATO の国々もものすごくおっかなびっくりではあるんですけども、ウクライナに対する軍事援助を踏み出してきた。で、そこで分かんないのは、今回出てきたそのブチャというところで発覚した民間人の大量殺戮ですよね、さっき話題になった、これがやっぱり西側の国々にかなりショックを与えていて、ロシアこんな、なんていうか、ドストレートに非人道的なことをするんですかという困惑が広がってるわけですよね。でこれもやっぱりですね、もうちょっとただの武器援助だけでいいんですかみたいな世論になっていく可能性もありますから、これがどうなっていくかっていうのも大きなファクターで、ただこれもじゃあ民意に押されて、もうロシア悪いやつだからガンガンやっつけちゃえっていうふうにいくのも危険だと思うんですよね。それはさっき申し上げたように本当に核戦争になっちゃう可能性があるの で、 そうですね、あくまでもその政治家とか戦略家の役割は、全面核戦争にエスカレートすることを避けながら、そうですね、しかしロシアのやったもん勝ちにはしないっていうギリギリのラインを攻めていく、ここだと思うんですね。まあ混迷を深めてるんですけども、日本はこういう状況の中でどういう手段が取れるんでしょうか。どんなふうに国際的な貢献ができるんでしょうか。まず今回日本厳しい制裁やりましたよね。僕これ非常に良かったと思ってます。2014年の時はやっぱり領土問題もあったんで、本当お付き合いみたいなことしかしなかったんですけど、今回は本当にロシアに経済的ダメージが出るような厳しい制裁を導入している。で、まあ、今回そのブチャでの民間人殺害が明らかになったんで、さらに厳しい経済制裁やるんじゃないかと思うんですね。でこれ自体はやっぱりまず日本軍隊出せないわけですから、これはもう日本ができる最大の手段としてしっかりやっていくべきだと思います。特にこう日本だけ手心を加えて、日本が制裁の抜け穴になるみたいなことがあったら意味がないですから、これしっかりやんなければいけない。でロシアの外貨準備も円は日本凍結してますよね。まあ、その経済制裁ですけど、あと人道的な援助みたいな方法は何かありますですか。これ今回自衛隊の医官を派遣するという方針を、まず自衛隊のお医者さんですよねとか看護師さんですよね、をウクライナ派遣するということを日本政府決定していて、これも非常に踏み込んでますけども、私は評価したいと思ってます。であとはウクライナ軍に対してこう非殺傷性、武器ではない軍用装備品、テントとか防弾チョッキとかですね、こういうものを送るっていうのも初めて日本やったんですけども、これも継続的にぜひ日本としてやってみたいと思います。この辺の防弾チョッキとかそういうの枠組みはもうちょっと広げてもいいっていうふうにお考えになってる。殺傷性の武器までやるかどうかってことは非常にこれ難しい問題で、今すぐお答えできないですけども、量はもっと増やしてもいいでしょうね。こういった軍用装備の数はどれだけあってもいいはずなので、厳しい環境の中で日本の取る態度も非常に微妙になってるけども、でも今度のこのね、ボチャみたいなことが起こると、これはもう総ロシアのことを考えるわけにはいかなくなっちゃいますよね。ちょっとここで最後に美優さんの本のお知らせです。ウクライナ中東での紛争から極東での軍事演習まで、ロシアの新しい戦争を書いた本、現代ロシアの軍事戦力が
ちくま新書から好評販売中です。冷戦後軍事的にも経済的にも超大国の座から滑り落ちたロシアはなぜ世界的な大国であり続けられるのか、その理由について書いています。皆さんぜひお手に取ってお読みください。電子書籍でもあります。大竹メインディッシュ本日のゲストは小泉優さんでした。どうもありがとうございました。すいません時間なくて。いえいえどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ごめんください。